ダイエット中でも食べれるコンビニおやつ3選をご紹介していきます。ダイエット中だけれども、ついついおやつを食べてしまって罪悪感、そんなことないですか？そこでこの動画をご覧いただきますと、ダイエット中でも罪悪感なく食べられるコンビニおやつ3選をご紹介していきますね。では早速本題に入っていきましょう。ではまずポイントです。こちら、ダイエット中に食べるおやつは低糖質でまた加工されていないシンプルなものを選ぶことが大切なんです。ではなぜ大切なのか、その理由について今からお伝えしていきますね。例えばこの低糖質と加工されていないの逆、カロリーが高い、糖質が高くて、そしてたくさん、添加物が入っていてこう加工されているようなもの、例えば、コンビニスイーツですよね、生クリームたっぷりのロールケーキであったり、もしくはこう油がもうギトギトの、唐揚げくんとかですね、こういっぱいその添加物が入っている食べ物っていうのは、あなたの腸や肝臓にものすごく負担をかけてしまうからなんです。で、なぜかと言いますと、そういったものを食べるとですね、腸や肝臓がこうしっかり動かない、イコールあなたはいくら例えば食事制限を頑張ったとしても、運動を頑張ったとしても、長期的に痩せることができない体になってしまうんです。それは痩せ体質ではないからなんですね。で、逆に言えばあなたの腸や肝臓が元気であれば自然と痩せ体質になるわけですから、やはりダイエットも成功しますよというその、近道になるわけなんですね。ではここから具体的に、じゃあ一体どんなものを食べればあなたの腸や肝臓が元気になってイコール痩せ体質へと生まれ変わり、結果健康的で綺麗に痩せることができるのかというですね、コンビニおやつ3選をご紹介していきたいと思います。私もこのね3つ全部大好きなんですよ。では1つ目です。こちら、ゆで卵です。で、このゆで卵ですね、すごい栄養価が豊富なんですよね。実は食物繊維とビタミン C 以外の栄養素がもう全部含まれているという、スーパー栄養食品なわけです。で、この卵を選ぶポイントです。シンプル、加工されていないものにしましょうってお伝えしましたね。じゃあどういうものかというと、もうこのようなもう卵と食塩だけにしてください。ここで例えばお醤油だったりお砂糖でこう味付けされているようなゆで卵はダメなんですよ。腸を汚しますから NG です。とにかくシンプル、もう素材そのもの、このゆで卵がポイント。で、この卵はやはりその、栄養価もそうですが、タンパク質が豊富ですよね。そうすることであなたの肝臓がやはりですね元気になる。肝臓の元はタンパク質ですから、しっかりここでゆで卵を食べることで良質のタンパク質を取って肝臓を元気にしましょうということで、このゆで卵おすすめ1つ目ですね。では次に行きましょう。2つ目です。チーズです。で、私が気に入ってるチーズはこちらです。で、チーズっていろいろあるんですけれども、選ぶポイントがあります。それはこちら、見えますでしょうか。ナチュラルチーズと書いてあるような、要は原材料が生乳と食塩だけで作られているものを選んでください。中には香料であったり乳化剤っていうそのお薬が入っているわけですよね。そういったものは NG です。腸を汚すからやめましょう。ポイントはこういったシンプルで加工されていないもの、これもすごく美味しいんですよ。もうパクッと食べてしまいます。これおすすめです。そしてこのチーズはですね、発酵食品なんですよ。ですから発酵食品というのは、あなたの腸内にいる痩せ菌と呼ばれるその善玉菌がたくさん含まれている食品なんですね。ですから積極的にこういったナチュラルチーズを摂ることで、あなたのその痩せ菌が増えて、きれいに痩せることができるわけなんです。では最後3つ目、ナッツです。で、おすすめはこちらです。先ほど近くにコンビニがあります。私の整体サロンの近所にですね、コンビニがこう買ってきたんですけれども、私これも大好きなんですね。私のおやつです。
で、これも選ぶポイントがあります。ここ見てくださいね。素焼きナッツを選んでください。で、ここに例えばお砂糖であったり食塩だったりアミノ酸などみたいなですね、この原材料の裏に要はこう加工されたような添加物があるのはダメです。おすすめは素焼きナッツ、もうそのまま、もうシンプルが一番、シンプルイズザベストです。で、この素焼きナッツが良いのは低糖質なんですよね。なのであなたの血糖値がこう急激に上昇するのを防いでくれる良質のおやつですから、太りにくくなるっていうのと、またビタミンやミネラルや食物繊維も豊富ですから、まあ、腸内環境にもとっても良いという、まあ、おやつになるわけなんです。さあ、いかがだったでしょうか。ではこの動画のまとめです。ダイエット中のおやつを選ぶポイントは低糖質であること、そして加工されていない素材そのもの、シンプルなものを選ぶこと、この2つを心がけてみてくださいね。さあ、いかがだったでしょうか。この動画は様々な腸活法をお伝えしております。そのことでアラフォー女性が健康で綺麗に痩せる情報を発信しております。なので高評価ボタンやチャンネル登録をぜひしていただいてご参加ください。とても励みになりますし嬉しいです。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。